よっす。ってあれ？こんなドラクエありましたっけ？これ FF5 ですよ。なんと、ドラクエはどうしたんすか？ドラクエはついにネタ切れで廃業しました。これからは FF… そんなわけないでしょ。今考えてるドラクエの企画だけでも今までやった企画の3倍4倍は余裕であったよね。たまには単発で別のゲームもいいかな、と。約2年ぶりに FF に舞い戻ります。今回、ついに2年ぶりの FF 企画。今宵暴れ回るのは、なんとガラフジーさん自慢の孫娘、クルル。ついにクルル城来たー。立ちふさがるのは、FF5 最強の裏ボスの一角、神竜。歴代 FF シリーズ伝説の初見殺しと言われる神竜に、クルルさん一人で果敢に挑む。まさか脱がせるんじゃないでしょうね。クルルさん設定年齢確か14。なわけないでしょ、装備ありです。ただしクルルさん一人でノーダメージで神竜を撃破するまで家に帰しません。ノーダメージ？もう半分拉致事件じゃねえかよ。しかもそれだけでは終われない。最後は回復、装備一切なし、クルルちゃん一人で装備なし撃破の限界に挑みます。結局脱がせんじゃねえかよ。今回のターゲットとなる神竜さんとは、なぜか宝箱に入ってプレイヤーを待ち構えているお茶目な子。ずっと宝箱に入って驚かすのにドキドキしてたんすかね。しかし、その行動とは裏腹に強さは反則級。ほとんどのプレイヤーが開幕早々に放たれるタイダルウェーブで何もできないまま即死。その前にセーブポイントもないため、ラスダンの中盤まで強制的に戻されるという。通常プレイ中なら最大 HP の何倍ものダメージを一発で食らうので、バグか負けイベントと錯覚してしまうほど。通常なら40時間ほどプレイし、もうラスボスも倒せる頃。そんなプレイヤーの自尊心を根こそぎなぎ倒してくる、それが神竜です。今回そんな最強の裏ボス、神竜を。クルルさん一人で、しかもノーダメージで倒せるものなのかを大検証。もうね、クルルさんが不憫でならん。今回のルールは以上の通り。まず神竜戦はクルルさん一人で挑みます。そしてノーダメージ撃破するまでクルルさんは自宅に帰れません。戦闘中のアイテム使用は一切禁止。装備はもちろん OK、耐性の組み合わせが鍵なので、頭を使っていきます。そしてクルルさんのアビリティ、魔法などフル活用して、なんとかノーダメージ撃破を狙います。そしてバグ技系の行為は一切禁止。最後は魔法、アイテムでの回復、装備も一切なしで、神竜をぶっ倒せるのか限界に挑みます。FF5 は本当にいろんな組み合わせの倒し方、戦術があるので、その中から厳選してトライします。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると。クルルさんと一緒に万歳して喜びます。それではクルル城、タクシーが来ましたよ。それでは神竜戦に向けて準備をしていきましょう。実は FF5 はいろんなアビリティや装備の組み合わせで無数の戦術を組めます。本当にやってみるとわかりますが奥が深いです。すべての可能性を一動画で試すのは無理があるので、バグ技的な要素は除いて今回注目するのはこのキーワードにします。まずは使用直後に2回連続で行動できるクイック。そして両手に武器を持てるようになる二刀流。対象はランダムで4回攻撃できる乱れ打ち。魔法を2回連続で使える連続魔。そして魔法の力を付加できる魔法剣。まあ大体ですがこの5つが FF5 においてキーワードになってくるのかな、と。もちろんこれ以外にもいっぱい最強クラスの要素はあります。でも今回はこれでやっていこうかなと思います。まあ我々 FF はまだ修行中みたいなもんなので。で、これらを習得していくには非常に多くのジョブをマスターしていかないといけません。現在クルルさんはレベル41。そして履歴書はこんな感じです。全然仕事してないじゃないすか。クルルさんまだ中学生だから。今白魔導士と黒魔導士をちょっとかじっただけです。ちなみにジョブは全部で22種類、今2つマスターしている状況。それではジョブとレベルを上げていきましょうか。場所はラストダンジョンの次元の狭間。この奥が一番レベル上げにはいいかなって。もちろん他にもいい場所があるかもですが。まずはジョブを中心に上げていきます。ジョブレベルを上げるにはアビリティポイントが必要。物語終盤でアビリティポイントを稼げる敵はマジックポットとムーバー。ただマジックポットはアビリティポイント100稼げますが、エリクサーが毎回必要なので面倒です。なのでここはラスダン最深部に出てくるムーバーが適任かと。最深部に到着、この最深部でムーバーが出てきてくれます。まずは時魔導士から行きましょう。時をかけるクルル、映画化決定。時魔導士はレベル6でクイックを覚えてくれます。ここでの戦闘のポイントはキングベヒーモスなどが出たら真っ先に逃げた方がいいです。戦っても消耗するだけなので。勝てないことはないですが、それなら他のもっと弱い敵を倒していった方が効率がいい。今出てきたのがムーバーです。時間が経つと強制的に戦闘が終了してアビリティポイント取れないので弱点である炎で攻めるのがいいかと。てか15万ギルとかめっちゃ金持ちっすね。お、クルル城のジョブがレベル上がりましたよ。この1回の戦闘で一気に時魔導士レベル5まで昇格。この調子でどんどんレベルを上げていきましょう。てかこのムーバーどっかで見たことあるんすよね。どこだっけ？近所の駄菓子屋じゃない？似たようなのあるでしょ。あ、景品でありましたね。子供の頃くじ引いてよく当てましたよ。で、店の中で跳ねさせてたら店のおばあちゃんにめっちゃ叱られましたもん。もうあんな駄菓子屋ほとんどないっすよね。
そんな子供の頃の思い出を呼び起こしてくれる、それがムーバーさんです。そしてこれでやっと時魔導士がレベル7になりましたしました。続いては赤魔導士にして連続魔を狙っていきましょう。赤い衣装でクルルさんも少し大人の女性。赤魔導士はレベル4まであり、レベル1から3までは黒と白魔法が両方使えるアビリティを覚え、レベル4で連続魔を覚えます。簡単に言うと、赤魔導士は白と黒魔法の中途半端なところまでを両方使える中途半端なやつです。ちなみに育成はめっちゃカットしてるだけで、もうちょっと時間かかります。今赤魔導士をマスター。続いてはモノマネ師。来年の M1 グランプリ目指します。モノマネ師はレベル1しかありませんが、必要アビリティポイントは999と破格の数字。ちなみに攻略サイトによって、モノマネ師とモノマネ師の2種類あり、どちらの漢字が正しいのかわからないという。ちなみにムーバーさんは経験値全く持ってないのでレベルは全然上がりません。そして早くもモノマネ師のアビリティポイント999を取り終えましたー。もうマスターしたの？来週の M1 の予選私と出る予定だったんすけど。ここからちょっと作戦変更します。先ほど最深部に行くまでの過程で通った場所なのですが、経験値を稼ぐならこの森のエリアが結構いいかと。さっきまでほとんどアビリティポイント稼ぎだったので、これから経験値の方に重きを置いていきましょう。てかなんでこの森の敵がいいのよ。疲れたから自然に癒されに来たとかじゃないよね。実はこの森のエリアの敵はオーディンの斬鉄剣で瞬殺可能。だから他の場所に比べてめっちゃ効率的に経験値が稼げます。続いては狩人にでもなっておきましょう。クルルさんはもともと狩人でしょう。プレイヤー諸君の心を射抜きまくりっすよ。オーディンなのですが、斬鉄剣の発動確率は基本的に 80% のようです。それ以外は 20% でグングニルという単体攻撃に切り替わります。また、敵の中に即死耐性がある敵が1体でも含まれている場合は斬鉄剣は発動しない模様。あと敵よりレベルが19以上高ければ 99% の確率で斬鉄剣になるなど、いろいろ複雑な発動条件があるようです。で、ある程度斬鉄剣で楽に勝てることが分かったので、ここからさらに効率を重視します。FF5 は基本的に経験値分配システムです。なのでパーティー数が少なくなるほど経験値が増加します。ちょうどドラクエ3のような感じです。なのでこれからクルル以外は全員死んでもらって、一人で斬鉄剣振り回していきます。こんな感じにいつもの4倍になるんですよ。ここでさらに一工夫。オーディン召喚回数を上げるために MP30% アップのアビリティを。で、金の髪飾りで MP 消費を半分にしてオーディンさん召喚しまくります。久しぶりに FF やってて思いますが、FF ってレベル上げに経験値そんなにいらないんすよね。それ、この2年間ドラクエばっかりやってたからそれに慣れてたけど、ドラクエより FF の方がずっとレベル上がりやすいんすよ。そしてこれがラストのレベル上げ、現在レベル98。オーディンさんからさっき電話あって、少し休ませろ、斬鉄剣折れるだろ、って怒鳴られました。それでも一発で仕留めてくれるあたり、さすがプロの仕事ですね。50時間経たずしてレベル99になれました。本当は一緒にジョブも上げた方が良かったんですが、召喚師でオーディン連発した方がレベル上げの効率は良かったので分けました。それでは続いては戻って最強のジョブ育成に入りますよ。さて、これから最強のジョブが何なのかをご説明します。まあ皆さんご存知の通り、最強のジョブはすっぴんとモノマネ師。もっと言うと、すっぴんは最強の戦士系、モノマネ師は最強の魔導士系。そしてその2つの基礎能力は、力、素早さ、体力、魔力がすべて24です。で、この2つのジョブの特性上、マスターしたジョブの特性、ステータスを引き継ぎます。なのでこの4つの基礎ステータスが最高になるジョブをマスターすると、自動的にすっぴんたちのステータスは最強になるので、霊夢さん、何言ってんのかさっぱりわかりません。でしょうね。まあとにかく各ステータス最強のジョブは、力と体力は文句。素早さはシーフ。そして魔力は召喚師です。簡単に言うとこの3つをマスターすればステータス最強になります。もう、それだけ言えばよくね。なんで霊夢さんはいつも小難しいことを。ヨウムンがおバカなだけでしょ。視聴者の皆さんは興味ある人もいると思うからやってんのよ。召喚師はすでにマスターしているので、残り2つをこれから極めていきますよ。今ちょうど文句を極めてシーフに移行したところ。ちょ、大丈夫っすか？クルルちゃん田舎娘みたいになってますよ。確かに。クルルちゃんちょっとシーフの意味間違えちゃってますね。まあ可愛らしいからよしとしましょう。可愛いわ正義。この場所はセーブポイントが近くにあって、しかもムーバーさんも出るからいいんですよ。ちなみにセーブポイントではコテージで体力全開になれます。99個持ってきていれば、まあまず使い切ることはないでしょう。そしてついにシーフもマスターです。これで文句、シーフ、召喚師の3つをマスター。現在すっぴん、モノマネ師では能力は最大になっています。それではすっぴんにしてとうとう新竜さんとの第一戦目に突入です。いやクルルちゃんは14歳だからもともとすっぴんだと思うんすよね。わざわざ化粧する。それでは1回目は連続魔、魔法、召喚獣作戦でどれだけやれるのか検証していきます。どういう作戦なの？
これは最初に連続魔のコマンドからクイックを使って2回攻撃できるようにして、最強クラスの魔法メテオを前後連発しようというもの。何言ってんのかまたわからんすよ。まあやってみればわかるかと。とりあえず装備、ジョブをご紹介します。アビリティは連続魔と時空。そして武器はエクスカリバー。ただこれは打撃やらないからです。神竜は基本属性耐性ないですが、聖属性だけは吸収します。そして盾にはアイスシールド。これは霊気属性攻撃を吸収。神竜の吹雪を防いでくれます。続いて頭はリボン。これは言うまでもなく状態異常を完全防御。鎧はダイヤの鎧。これは雷属性を半減。神竜の稲妻対策です。ちなみにこの後来る珊瑚の指輪の弱点を補ってくれます。そして最後は珊瑚の指輪。これは水属性を吸収し炎を無効。なので開幕早々のタイダルウェーブをこれで完全吸収。弱点として雷属性に弱くなりますが、これは先ほどのダイヤの鎧でカバーです。耐性の神竜対策はこれが限界くらいかなと。続いては神竜のステータスをご紹介。HP 55500、一応 MP は無限でなく上限があるみたい。攻撃パターンは、開幕早々で何もしないから即死級のタイダルウェーブ。そしてあとは上記の通りターン数に応じて、1から2回行動で強力な攻撃を仕掛けてきます。ミールストームはこちらを瀕死状態に、稲妻は全員に最大 HP 4分の1ダメージ。レベル3フレアもこちらがあえてレベル99まで上げているので脅威となります。そして状態異常で石化の悪魔の瞳が非常に厄介。クルルさん一人なので石化したら一瞬で全滅です。なのでリボンが必須。それではこの最強の裏ボスに挑戦します。それでは失礼して、お邪魔します。でも冒険冒頭からずっとこの中に入ってたんすかね。まあ箱入り娘なんでしょうね。今時珍しい。で冒頭一発目のタイダルウェーブが炸裂。これで初見で何もできずに即死させられたプレイヤーが何人いることか。しかしそれを珊瑚の指輪で吸収。ここで連続魔からクイック、メテオを選択します。まずはメテオ一発目、果たしてどれくらい効くものなのか。てか全然効いてないじゃないすか。おかしいですねー。ネットではこれで大ダメージ的なことを書いてたんですが。魔力が低いのかな？でも召喚師で一応最大にはしてるし。ここからクイックの2回行動と連続までメテオ4連発していきます。なんかもう子供の小遣いくらいなダメージになっちゃってますね。ちなみにこの検証の目的はノーダメージ撃破。なのでまだそのノーダメージ撃破の体裁は保てています。いや、もうこれ時間の問題ですよ。我々のやり方が悪いのかな？てか本当に思ったより全くダメージがありませんね。メテオが節分の豆まきレベルの威力にしか見えません。豆。なんかダメージゼロとかありますよ。イチロー選手が投げた節分の豆の方がよっぽど威力ありますよ。てか一瞬でクルルちゃん瀕死状態に。しかも追撃の稲妻が。死んでしまいましたね。クルルちゃん感電して骸骨見えちゃってます。いや漫画の読みすぎでしょ。最初のタイダルウェーブは珊瑚の指輪なしだと全員に8000くらい効くので、通常プレイの範囲ではまず勝てないような強さです。ちなみに連続魔をバハムートで試しましたが、同じような結果に終わりました。多少与えるダメージが増えたくらいです。てか全くクイック、連続魔じゃ勝てなくね？ネットじゃこれで圧勝みたいに書いてたんですけどね。それじゃあ次は全力回避作戦でいきましょう。飛空艇は気持ちいいですねー。あ、霊夢さん、向こうにカモメさんが飛んでますよ。これから全力回避作戦をする上で重要になってくる鎧があります。それはミラージュベストという防具。これは装備すると半透明の分身が現れて、物理攻撃を1回だけ防いでくれる。入手方法はいくつかありますが、盗むならここ孤島の神殿に出るオアゾーラール。もしくはイストリーの滝内部に出るトンベリ。しかしトンベリは超強敵なので、こちらのオアゾーラールがいいかと。こちらに出てきたのがオアゾーラールし。盗むと通常枠でハイポーション、レア枠でミラージュベスト。今盗みましたがハイポーションでした。盗んだ相手は倒して、今度はどうだ？またハイポーション。まあ普通は通常枠しか盗めません。こんな感じに何度も戦闘を繰り返していくしかないです。ちなみに盗む判定は2段階あり、まず盗む自体は 40% の確率で成功。続いて通常枠かレア枠かの判定が入り、レア枠は256分の10の確率で盗めます。つまり64分の1の確率でレア枠が盗めるということです。必ずレア枠が盗める裏技もあるのですが、それは今回は使わないようにします。今回はそういう技は禁止なので。今回もダメでした。で、なんとかミラージュベストをゲット。本当は盗める瞬間取りたかったんですが、ヨウムンがここはこぼして吹いてたら盗んでたという。録画ボタン押しそびれた。まあ64分の1なので。それでは次元の狭間に戻りましょう。それではここで、装備と今作戦の概要をご説明。これも知ってる人は知ってる作戦ですが、神竜は実はバーサク状態に耐性がありません。バーサク状態とは、コマンド入力負荷、物理攻撃力 1.5 倍になる状態。なので神竜に当てると、技を一切使わなくなり攻撃一辺倒になります。なのでこの打撃一辺倒にした状態で、こちらの回避を限界突破させノーダメージ撃破を狙うというもの。なるほど。で、回避を限界突破するにはどうすんのよ。
そこでさっき集めてきた装備が物を言います。まず盾は源氏の盾、これはこの次元の狭間でギルガメッシュから盗めます。この盾の最大の特徴は物理回避率が 50% というところ。これにミニマムを自分にかけると、物理回避率はなんと 99.2% に。99.2%? もうほぼ 100% じゃないっすか。そこに念には念を入れて今回のミラージュベスト。これで一発までなら打撃を食らっても大丈夫。なので今回はこの 99.2% を当て続けて、その間に決着つけようという作戦です。自分でミニマムかけるので、念のためにリボン外しておきましょう。関係ないかもですが。それでは早速ミニマムを。で、クルルちゃんちっちゃくなってどっか消えちゃいましたよ。両ムーン、足元にクルルちゃんいるから踏まないでよ。あ、踏んづけちゃいました。ちょ、クリボーみたいにぺちゃんこになってるじゃない。早く膨らませないと。やべ、新竜さんもう出てきちゃいましたよ。よし、とりあえず膨らませておいてきました。それではまずはバーサクをかけていきましょう。タイダルウェーブは産後の指輪で吸収できるので大丈夫です。まあこれマサムネとか装備させて先制攻撃する方法もあります。本当に FF5 っていろんな方法があって複雑なんですよね。あれ？てかクルルちゃんの分身なくなってね。あれ？ほんと。まさかさっきのタイダルウェーブで流されちゃったのかな。いや、でも今調べましたけど、物理攻撃って明確に書いてますよ。じゃあタイダルウェーブに反応したんじゃないんかな。ちょっとこれなくなっちゃった理由がわからないですね。それかクルルちゃん今日学校あるから今分身の方に学校行かせてノート取ってもらってるのかも。え？分身そんな使い方してんの？てかせめて企画のために使ってほしいんだけど。あ、今クルルちゃんの学校から電話が来ました。オタクのクルルちゃん今日なんか小さいんですけど体調でも悪いんですか？って、やべえ、小さいクルルちゃんが分身したから学校行ったのも小さいクルルちゃんなのか。とりあえず妹ですってごまかしといて。いや妹が姉の教室行ってたらそっちの方が問題になるんじゃないの？ちなみに小人状態なのでバハムートなどの攻撃でないとダメージを与えられません。小人状態では物理攻撃力が3、物理防御が0になり、その代わり盾の物理回避が2倍になるようです。じゃあ原子の盾の2倍なら今物理回避 100% じゃないの？確かに。でも調べた限りでは 99.2% でした。ここまで 99.2% を貫き続けてノーダメージって言ってるそばからついに食らっちゃいましたよ。畜生、ここまで来てノーダメージ撃破失敗とか。これ最初の分身喪失事件がなかったらまだセーフだったのに。これさっき言ってたマサムネを装備して先制でバーサクかけたらいけんじゃね？確かにいけそうですね。あと連続的バハムートの組み合わせでもっと速攻で倒すのもありかと。そもそもこれ何度かトライしてたら多分普通にノーダメージ撃破いけそうですよね。こんな感じにやろうと思えばいくらでも戦法があるのが FF5 です。結果的に一発食らいましたがなんとか倒せました。なんかチビクルルちゃんが二股になってない？お下品な。それだけ嬉しいんですよ。まあこれでやっと企画も達成で。いや、ダメでしょ。やっぱり？この企画はあくまでノーダメージ撃破。これではそこら辺の蛇つついていじめてただけにすぎません。じゃあさっき言ってたマサムネ戦法でいけば多分ノーダメージ撃破できるよね。いや、もう似たような戦法は使いません。それでは見てくれてる人も楽しめないでしょう。だから全く別のやり方でトライしますよ。不憫なチャンネルだねー。続いては二刀流、乱れ打ちをフル活用しましょう。まずは狩人になって乱れ打ちマスターしますよ。あ、さっきマスターしてなかったんすね。同じく場所はもうこの次元の狭間のラストフロアでやります。バハムートさんもうずっと炎吐きっぱなしだから唇がたらこみたいになってきてますよ。後でお高いリップクリーム渡しとかないと。そして最後は忍者へ転職。霊夢さん、くの一ですよ。私初めて見ました。クルルちゃんは何の流派なのかな。聞いてみたら？ちょっと聞いてくる。ほうほう。なんだって？イガブリルだって。クルルさん、エンタメなんだからそこはもっとボケないと。それじゃあこの世界で生き残れないですよ。きつく言っときます。で、忍者も無事マスター。これで準備完了ですね。それでは早速二刀流と乱れ打ちの最強コンビで。いや、まだです。おっしゃー、全部のジョブマスターしに行くぞー。引き分けがいいですね。まあ正直ドラクエと違って全ジョブマスターにはあまり時間はかかりません。ドラクエに慣れてたらめっちゃ楽に感じます。残りのジョブは、ナイト、竜騎士、魔法剣士、青魔道士、魔獣使い、薬師、風水師、侍、踊り子、金融詩人、バーサーカー。めっちゃあるやないすか。続いては侍 A。ちょ、クルルちゃん侍の兜でかすぎて顔漏れちゃってますよ。クルルちゃんは世話が焼けますね。侍も一日にしてました。クルルちゃんがとんでもなく才能あるように見えます。錯覚ですが。続いては強戦士、バーサーカー。あの可愛いクルルちゃんが強戦士とか。でもやっぱりクルルちゃんってちょっとずれてんのよね。バーサーカーって聞いて着ぐるみ着ちゃってますもん。感性が豊かなんですよ。クルルちゃんはガオガオ言いながらバーサーカーをマスターしていきました。想像してみてください、クルルちゃんが吠えている愛くるしい姿を。続いてはちょっと飛ばして薬師へ。高学歴クルルの爆誕です。大学に6年通って薬師の資格を取ります。しかしクルルちゃんのとんでもない才能で1日経たずに薬師マスター。学費は免除されました。次は風水師へ。この時のためにミネア姉さんに連絡取っときました。
ミネア姉さんとクルルちゃんの師弟関係誕生。弟子入りへ。そして職務経歴書が50枚を超えた頃。見事に積み上げた転職の数々。もう日本では書類選考すら通らないでしょう。いやダメじゃないかよ。若干14歳にして職務経歴書は50枚を突破。これでジョブはおしまいです。続いては最強の武器を手に入れに行きましょう。神竜は言うまでもなく竜種族。なのでとっておきの最強武器があります。何すか？それは飛竜の槍という SFC 版 FF5 最強の槍。槍の特徴であるジャンプの威力2倍とドラゴン系2大ダメージ。これが神竜戦ではベストの一つ。そしてこの飛竜の槍を落とすのが水晶竜というモンスター。盗みでは通常枠でエリクサー、レア枠で飛竜の槍。HP17500、炎、霊気、雷、風の4属性を吸収し、最初からリジェネがかかってる。事実上通常モンスターでは最強クラス。確率は64分の1で盗めます。先ほど忍者をマスターして二刀流が使えるので、飛竜の槍は2本必要です。失敗してもエリクサーというお得な感じがする敵です。盗みが成功する回数は1回なので、エリクサーだったらもうそのまま逃げます。もうね、最近どんどんクルルちゃんたちの手癖が悪くなってきて。そういえばさっきオーディンさんがこの企画の収録を終えたからインスタグラム投稿してましたよ。ほう、インスタやってたんですね。で、うちの収録のことなんか言ってた？いや、なんか収録疲れて家に帰って料理作ろうとしたけど、包丁洗うのめんどかったから。斬鉄剣で野菜切ってたらアパートごと真っ二つになって大変だったって。敷金だけで足りるかなって投稿してたわ。足りるわけねえだろ。近所迷惑にも程がありますよ。でもなんか真っ二つになったアパート背景にしてめっちゃ笑顔で自撮りしてたわ。お、ちょうど今飛竜の槍を盗めましたね。これで最強装備第2弾が揃いました。2本集めたのでこれから第3作戦会議に入ります。それでは第3作戦、両刀飛竜16連撃殺法の説明をします。そんな中肉臭い名前つけちゃダメでしょ。まず使う魔法はクイック、そして二刀流で飛竜の槍を2連発でき、それを乱れ打ちで4発ずつ、最初のクイックでそれが2回なので全16連撃になる予定。めった刺しやないっすか。しかも一発一発が竜族の弱点という。これを戦闘始まって速攻で仕掛けて一気に型をつけてノーダメージ撃破を狙いますよ。今回はもう攻撃に全振りした作戦。もちろん一発目に確実に来るタイダルウェーブ対策の産後の指輪はつけています。ここをしのいでまずはクイックを唱えて2回攻撃の準備をします。実は攻撃に全振りしてるから弱点もあるんすよ。どんな弱点なん？それは後で説明しようかなって。とりあえず今から放つ16連撃に注目です。一発3000いかないくらいのダメージ。でもこれが乱れ打ち4連発が両手で2倍。それがクイックで2回来るから16回になって帰ってきます。え？でももしこの16連撃で倒せなかったら一瞬隙ができるからその時に攻撃が飛んでくるんじゃない？その通り、今8連撃の2セット目に入っています。だからこの一連の攻撃で仕留められないと何が飛んでくるかわからない。いけるか？届かなかったー。やばい、神竜の攻撃が飛んできますよ。でもまだ死のルーレットだからセーフです。やっちまったー。見事にノーダメージ撃破の夢ついえる。死のルーレットまでは良かったんすけどね。てかこれ計算上16連撃では絶対に倒せないでしょ。計算したら4万8000いかないくらいだし。だからおそらくですが1ターン目の攻撃は死のルーレットを引けばいいですが、2ターン目は何が来てもダメージ食らうんじゃないかなって。ローテーション攻撃だから2ターン目は防ぎきれませんね。1ターン目と2ターン目の間にクルルさんが割り込めれば別ですが、今普通にやって神竜さん2回行動してるからね。じゃあもう16連撃で倒せる手立てがないんじゃ。いや、まだ実は一つ大きな手があるんですよ。実は最強の武器は飛竜の槍ではありません。散々最強って言ってたじゃないすか。実は攻撃力的に最強なのはラグナロクとブレイブブレード。ただしラグナロクはそれこそ神竜を倒して手に入れるもの。そしてブレイブブレードも一度も逃げたことなければ強いのですが、まあちょっとそれは難しいのでこれも却下です。そこで出てくるのがこのチキンナイフ。これは逃げた回数が多いほど攻撃力が上がる武器。一品ものですが、逃走回数255が頭打ちで攻撃力はその半分の127が最大。これが現状装備できる最強の武器となるはずです。なので二刀流の一本をチキンナイフにして飛竜の槍との最強コンボ。でも残念なことにクイックは諦めないといけませんので8連撃ですが。モノマネしにしてアビリティ枠を3つにすればクイックも入りますが、今度は飛竜の槍を装備できないのですっぴんでいきます。そしてこのチキンナイフに魔法剣でフレアを乗せれば、攻撃力が理論上100プラスされるので相当威力が上がるはず。さてこれから乱れ打ち8連撃に備えたいところ。てか準備してる間にダメージ食らったー。もう本末転倒とはまさにこのこと。チキンナイフの威力は5000近く効き凄まじいですが、ノーダメージ撃破の夢が打ち砕かれた今となっては意味がない。もう一発目でクイックで動きを止めてないと、魔法剣とかではこんな感じになっちゃうんですね。ノーダメージ撃破の道は想像よりも険しいというのを痛感させられます。撃破はもちろんできますが全くノーダメージ撃破ではない。
もうノーダメージ撃破なんて諦めて外国に高飛びします。いや、まだです。希望の言葉来たー。実はまだ試してない最後の手段があります。ジョブはすっぴん。そしてアビリティは時空と黒魔法。は？なんで今更黒魔法なの？そして武器は先ほど話題に上がったマサムネ。これで確実に先制攻撃を取ります。そして防具はぶっちゃけなんでもいいです。正直すっぱだかでも全然問題ないくらいです。いや道徳的に問題ありまくりです。で、どんな作戦なのよ。親友ここまで見てきてめっちゃ強いですが、実はスリップ状態になるんですよ。え？うん。スリップ状態とはいわゆる毒状態のようなもので、8フレームごとに HP が1減っているらしいです。ネット情報ですが。で、このスリップ状態はクイック発動時に効果が消えずにずっと永続するんですよ。え？それが？今クイック使って2回行動の1回目でバイオを使いました。で、今親友はスリップ状態でどんどん HP 減っています。てかなんでずっと止まってんのよ。親友さんまで見合っちゃってますよ。クイックって発動中は使用者以外みんなの時間が止まります。でもスリップ状態だけは動き続けるから親友さんは何もできない状態に。そういうことかよ。つまりスリップの2回目のコマンドを打たなければずっと HP 減り続けるの？その通り。まあこれはバグ技ってわけじゃないから問題ありません。ただ弱点もあって、親友は HP 55,500 もあるからゼロになるまで2時間くらいかかるってこと。こんな感じに FF5 は本当にいろんな戦術を組めます。マサムネや小人作戦を組み合わせてもおそらくノーダメージ撃破はできたでしょう。しかしいろんな方法があるので今回は我々もやってみました。ちなみに乱れ打ちの補足ですが、乱れ打ちは一発の攻撃の威力は通常の半分になります。ただし、対象の物理回避力、防御力を完全に無視する仕様みたいです。また、クリティカル判定もあるようです。これらはネットから情報を集めましたので、もしかしたら間違っている部分もあるかもしれません。FF はまだ全てを試せてる状態ではないので、今後企画で楽しみながらやっていきたいですね。ちなみに今止まっているように見えますが、実際は125倍速で動いています。あまりに速い動きがスローモーションに見えるのと同じやつです。あ、親友さん今インスタグラムに投稿しました。ああ、止まってるだけだからやることないのかな。って、なんて言ってるの。もうこいつら時止めるは125倍速にするはめちゃくちゃなんだけど、時操るとか反則じゃね。もう俺裏ボスやめて考えるのもやめるわ。って投稿してます。もう親友さんはカーズ様の領域に入ってしまったようです。あ、クルルちゃんも投稿してますよ。なんて？もうジョジョのラスボスにでもなれよ。って。時を操った我々が最強だったということですかね。約2時間かけて裏ボス、親友をノーダメージ撃破に成功。長かった。途中ぶっちゃけ買い物に行って玉ねぎ買ってきたのは内緒です。そして無事に最強の武器の一角、ラグナロクをゲット。あれ？なんか忘れてない？それでは最後、装備一切なしでクルルちゃん一人で親友を倒せるのか検証してきました。装備一切なしなので、言うまでもなく耐性が全くありません。まず初っ端でクルタイダルウェーブで8000ほど効くのは必須となります。で、クイックで時間を止め2回攻撃耐性へ。ここで素手で16回乱れ打てるも、威力がだいぶ下がっており倒せない。そしてこの後の親友の追撃で 100% やられます。特に2ターン目は吹雪、稲妻、アトミックレイなので回復なしだと 100% 死にます。この流れで理解している方いるかと思いますが、先ほどのスリップ戦法、もうあれでないと回復、装備一切なしでは勝てません。初っ端のタイダルウェーブは防ぎようがないですが、そこをしのいで速攻でクイックを発動させるともう勝ち確定。先ほどのようにバイオでスリップ状態にすれば、あとは2時間待つだけです。結論としては、クイック、バイオ作戦が最強ということに。我々はもちろん基本ドラクエがメインですが、たまーにこうやって違うゲームも入れていこうと思います。また皆さんのご意見も聞きつつ考えていきますね。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると。クルルちゃんと一緒に我々も頑張っていけます。それでは来週はドラクエに戻ります。2年ぶりの FF いかがでしたか？次回は、ドラクエ6、ついにスラリンさん一人旅完全決着編、です。お楽しみに。